もしもし、レオナルドだ。ラトレル、今何時だと思っているんだ。レオナルド様、大変です。すぐに来てください。素晴らしいお車が手に入りました。なんだって？わかった、すぐに行くぞ。ちょっと待ってろよ。ありがとうございます。ではお待ちしております。ああ、急がなくても結構ですよ。どうぞごゆっくり急いでください。お、いらっしゃいませ、レオナルド様。おはよう、ラトレル。しかし、朝早すぎるぞ、ラトレル。ええ、そうなんですよ。我らディーラーラトレルはお客様のためを思って24時間営業となりました。今後とも24時間365日お客様のために。ああ、とりあえず車はどれだ？レオナルド様、ご購入でよろしいですね？あ、いや、だから車はどれだ？レオナルド様、ご購入でよろしいですね？いや、ラトレル、一体何の車なんだ？レオナルド様、ご購入ありがとうございます。ああ、でもそうですね、試乗なさいますか、レオナルド様？ああ、いや、試乗はやめておくよ。天気も悪いしな。レオナルド様、それではですね、契約書の方にはもうハンコを押してありますので、ご購入ありがとうございます。は？それはさすがに無効だろう、ラトレル。何の車か、一体いくらするのかもわからない状態で買うやつはいないぞ、ラトレル。ああ、それがですね、レオナルド様、我がディーラーラトレルはジュリアグループの傘下に入ってしまったので、大幅に規約が変わったんです。ですので、ご興味を持ってこのディーラーにお越しいただいた時点でもうすでにハンコは押せるようになってるんですよ、レオナルド様。こんなところにもジュリアの魔の手が。レオナルド様、とりあえずご購入が決定したお車ご覧になりますか？ああ、そうだな。レオナルド様、どうぞご覧ください。あの一番奥のお車ですよ。あの車は、もしかして。まさかの、ケーニグセグアゲーラ11じゃないか。なんてことだ。夢にまで見たこのアゲーラ11が、俺の目の前にある。世界限定6台。こんなに素晴らしい車を売ってくれるのか。いやー、最高じゃねえか。うん、いい。いいだろう。ジュリアグループのラトレル、何でもいい。とにかくこの車が手に入ったら、俺はジュリアと並ぶ。サク家で2台のアゲーラ11をゲットできるのか。すごいことじゃないか。今の間にジュリアさんに LINE しておこう。レオナルドのやつ、買いそうですよ。送信。OK、いいぞ。いやー、ラトレル、すごくいい車じゃねえか。世界限定6台の車を俺にくれるなんて、最高じゃねえか、ラトレル。レオナルド様、ありがたきお言葉でございます。今後ともよろしくお願いいたします。よし、わかった。買おう。買おうじゃないか、ラトレル。ああ、しかしこのアゲーラ11、実は相当お高くてですね。ああ、わかってるよ。この個体だったら7億か8億は硬いな。まあいい、糸目はつけない。買おうじゃないか。ザ・クルー2も2周年だ。ここでどでかく買ってやろうじゃないか、ラトレル。レオナルド様、ありがとうございます。ではラトレル、一体いくらなんだ？諸経費込みで11億円です。はあ。皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、ザ・クルー2の時間でございます。アップデートがあったということで、ディーラーラトレルの方かなり繁盛しておりますが、私はもう契約済みということで、今からね車を買いたいと思います。その車というのがですね、一番手前に止まっているこのハイパーカー。ハイパーカーというか、もうメガカーですね。メガカーと呼ばれる車なんですが、こちらのケーニグセグアゲーラ11、こちらの車をね買いたいと思います。はい、というわけでね、ひっきりなしにお客さんが今日来られているということで、本当にすごいですね。はい、ではですね、今日はこちらの車、まあテストドライブせずにもう買いたいと思います。はい、買っちゃいましょう。買って今日フルカスタムしてみます。多分相当早い車です。なおかつもうすでにほら、パーツ何にも入れてなくてもう301ですから、301、これ相当ですよ。はい、では早速買いたいと思います。カラーなんですけど、これどうしようかな。黒、黄色、紺。まあ、白もいいんだけど、とりあえず元の色で買ってみましょうか。元の色で。はい。なので元の
色で買ってみたいと思います。リムもこれ全部フルカーボン、もともとフルカーボンになってますんで、これも変える必要ないですね。はい、ではですね、今からちょっとお金を使ってですね、買ってみたいと思います。お、なぜかフロントバンパーを入手になりましたね。そういえばこういうのありましたね。はい、リアバンパーも入手なんか、はいはい、ありがとうございます。リアウィング、おっと、レオナルド兄弟がこんなことになってますけど、あ、なんかやたらとクリアになってきましたね。ありがとうございます。まさかアゲーラ11でこんなことになるとは。はい、サイドミラーも、はいはい、ありがとうございます。これいつまで行くんでしょうね。おお、いい感じですね。では早速ね、家まで持って帰りたいと思います。さあ、というわけでやってまいりました。ガレージに格納いたしましたアゲーラ11、ついに納車ということで、今から見ていきたいと思います。ちなみに後ろに見えているのが通常のアゲーラ R でございます。で、こちらのね、アゲーラ11というのは、まあ、パワーウェイトレシオが1:1、つまり 1360kg の車に対して1360馬力という本当に素晴らしい軽量化を誇ったマシンでございます。で、こちらのマシンはですね、ケーニグセグの創業20周年を記念して作られたこの最高級の究極の1台というふうになっておりますんでね、まあ、究極モデルのアゲーラ11ということで、まあ、早速見ていきたいと思います。ちなみに、まあ、これ発表されたのが2014年ですけども、2016年にワンオブワンという車もねできておりますが、まああまり表舞台には出てこないんじゃないかなと思いますね。はい、ではですね、とりあえず、まあニトロマスターがあったらこれ多分最高でしょうね、これね。はい、なので、まあ簡単にとりあえず、まあニトロが一番強いやつだけ、まあそうですね、はめていきましょう。まだね、結構頑張ってパーツ集めたんですけど、なかなかニトロマスターが揃わなくてですね、大変な思いをしております。はい、まあ、一応とりあえずレジェンダリーパーツは、まあ、はめ込んで、まあ、320ということで、これ、あ、でもあれですね、多分ね、何かのマシンにつけたままですね、これ。まあ、とにかく今は普通に320分の320にするだけということにしましょう。一旦はパーツをマックスパワーにしてあげないといけませんね。はい、何でもいいです、これはね、ニトロマスターでも何でもいいですね。とりあえず320ということで、こんな感じになりました。はい、外もいい感じになってきましたね。これあまりにもね、太陽光が当たりすぎるとわかりませんので。で、なおかつこれ、カラーを一旦これ白にしましょうか。一旦白にして、パーツがね、わかんないんですよ。まあいいか。とりあえずシルバーのまま行くか。はい。では、今から早速見ていきたいと思います。レオナルドモザイク後で引っかかるからちょっとやってみたいと思います。はい、というわけで、ボンネットから見ていきたいと思います。いっぱい車買いますよ。これはちょっと高いんで大人買いできませんので、あしからず。はい、ではですね、3番かっこいいですね。意外と3番好きですね。あー、5番も結構かっこいい。5番も。まあでもなんとなく3番がいいかな、俺個人的にね。もともとが普通に1番で、エアインテークができてる分ですから、ここもこういったカーボンにすることによってさらにいかつさが増すということになりますね。うん。まあ5番もありですね。5番もありですけど、一旦3番にしましょうか。一旦3番で、高いな、パーツ。さすがハイパーカー、いや、メガカーですね。では、リアバンパーではなくて、フロントバンパー行きたいと思います。フロントバンパーもこれは何が違うかしっかりと見ておかないといけませんね。これはダメですね。この辺はいらないですね。うん。あ、これ結構かっこいいですね。7番かっこいいんですけども、これヘッドライトがちょっと変わってんのかな、これ。7番と8番の違い。7番が多分カーボンになってるんでしょうね。9番、10番。ああ、これもちょっとやりすぎ感ありますね。やりすぎ感が。どうしても、これもう、悪魔のアゲーラ11みたいな感じですね。怖いですね、これね。すごいいかつさ満点でございます。非常にかっこいいなと思いますね。うん。そうですね、アゲーラ11のパーツ、これよりも、こっちの方がスマート、よりスマートでかっこいいと思いますんでね。とにかくかっこよく仕上げたいと思います。おそらくこれ黒い、そうですね。これ全部、ズームインするとおそらく見れるんですが、はい。まあ、多分ですけど、そうですね。こっちの方がいいかもしれませんね。はい。こっち買っておきます。で、リムなんですが、リムはですね、これも標準で、このままついてるというものです。これカーボンホイールですね。めちゃめちゃ軽いですよ、これ。で、ブレーキキャリパーもこのままで、おい、オレンジからいつも黒になるんですよね、これね。これほんと不思議ですね。まあ、先ほど何色だっけ、この色だっけ、さっき。一応オレンジのまま。おい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 。適用しないといけないんですね。はい。一応これで適用させておきます。で、その後ミラー。これももう変える必要ないよね。全くもって変える必要ないけど、まあ、こういうオレンジのアクセントが入るのは非常にかっこいいから、これ入れてみましょうか。うん。これ一旦入れてみましょう。
はい、サイドスカートでございますが、ここももういじる必要がない、てかもうほぼほぼいじる必要がないのがこのケーニグセグですね。やっぱりスーパーカーどころか、ハイパーカーを超えてメガカーになるような車っていうのは、やっぱり相当すごいです。はい、ではリアフェンダーですが、リアフェンダーの方も元々のままでいいんじゃないでしょうかね、これ。すげえ。すげえ、こんなエアインテークつくんだね、これね。これはもうノーマルのままでいいんじゃないかな。これはまあ買う必要がないですね。で、リアウィングは、どうしましょう。若干ジェスコ風なんですが、これはね、もともと、あ、すごいかっこいいじゃん、これ。いいね。4番、おー、これがジェスコやね。これ、ジェスコ系ですね、これがね。すごいな。でも、どうしようかね。リアウィングは変えたいですね。普通に、これめちゃめちゃかっこいいですね。このリアウィング。3番。で、4番は ?4 番超かっこいいですね。うん。いや、でも若干ね、バランスを考えると3番の方がいいかなと思ったりします。うん。1番もいいんですが、3番がすごい気に入りましたね、私ね。うん。3番がいいんで3番にしましょう。3番買います。高い!パーツが高いよ!はい。そしてリアウィングではなくてリアバンパーですね。ここディフューザーもすでにこれカーボンになってると思うんですが、あ、なってますね。なってますので、ここからいかに変えていくかっていうところなんですが、2番いいですね。2番がすごい好きですね。5番、6番、ちょっとこのあたりは、あれかな、ちょっと違うっていう感じがしますね。そうですね。2番ですね。2番が一番好きですね。マフラーもやはり変えたくないので、2番がいいかなと思います。はい。これで結構いい感じに仕上がったんですが、内装がオレンジか。内装オレンジなんですが、まあ、これ一旦そこに行くまでにボディカラーをこれで一旦いじりたいですね。一旦この状態でボディカラーをいじった時に何色が一番いかついかということで、オレンジ色、ああ、黒とかすごいかっこいいね。黒、黄色にオレンジか。それだったらまだこの青色の方がかっこいいですよね。青色で、ブルーか。一応これオフィシャルであるってことですからね。アゲラ11。でもやっぱり、元々の色の方がいいかな。元々の色にしようか。元々の色にするしかないですね。では、このままビジュアルパーツで、ここ行きましょう。インテリアカラーは。いや、そんなんもうオレンジでいいやん、これ。もう、こんなん当たり前ですやん。適用済みでオフィシャルで行くしかないて。オフィシャルで行ったら、これもうカーボンとか変えなくていいってことですよね。これ白にしてもかっこいいですよね、これね。白。あえて白。でもまあ、シルバーの車にしてますから、まあ、こういうオレンジのままでいいんじゃないかなと思うんですが、すごい迷いますね、こういう風に見ると。はい。一旦ちょっとこれ、このまま見てみましょうか。はい。こんな感じですね。アゲラ11ということで、まあ、2014年のモデルですね。ケーニグセグが創業20周年を記念して作った世界に6台の車となります。本来は世界に7台あるんですけども、そのうち1台はプロトタイプの車ということで、市販されたものというのはマイナス1台ということで、世界には6台ということになります。V8 エンジンでツインターボ、440キロの最高速度ということで、まあ、V8 にこだわった理由、それはダブル16気筒のブガッティに対抗するわけではなく、とにかく軽量化のために、こういった軽量化のためにね、あえて V 型8気筒のツインターボで、これほどの出力を得たということで、本当に素晴らしい車になっております。では一旦リバリー見てみましょう。これで、トップ100ということで、レオナルドモザイクが本当にあるのかどうか、もう一度レオナルドモザイクが出るのかどうかっていうのをね、見ていきたいと思います。あ、レオナルドモザイクもしかして治ったんじゃねこれ。あ、もしかしてレオナルドモザイク治ったんじゃねえか。お、来たぞ。これ最新とかで見たらどう?最新でみんなすごいね。結構いかつく作ってんね。リバリー。ああ、いい感じやね。はい。レオナルドモザイクが治ってる。ちょっと待って。レオナルドモザイク治ってない?いや、レオナルドモザイク治ってるわ。すげえやん。ありがとう、UBI ソフトさん。さすが、やっぱりあなたは最高ですね。レオナルドモザイク、はい、おめでとう。レオナルドモザイクかかってへんわ。いやー、いいやん。ありがとうね。よっしゃ。ということで、レオナルドモザイクも改良されたということで、あとはですね、そうですね。ちょっと見ていきたいですね。これすごい、
なんかもう黒黒しいですよね、これね。どうしよう。色をもう一回悩んでみようか。これ本当、奇抜な色とか、白じゃないんですよ。かっこいいんですけど、白ではない。なんかもう、黒がいっぱいあるじゃん。黒とオレンジがいっぱいあるから、なんかごちゃごちゃしてるんですよ。あえて青色とか綺麗かもしれんね。青。濃紺とか。濃紺もちょっと黒に近いから、ちょっとあれだな。オレンジが目立ちすぎる。黄色って意外とかっこいいな。黄色。これ黄色にしたらヘッドライトがどういう風になってたかってすぐ分かってましたね、これね。黒。すごい難しいですね。いや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 、まあとりあえずですね、これ青色でもいいような気するんだけど、まあでも、今回は、このシルバーのオレンジ。これね、元々のオフィシャルのカラーを活かしましょう。はい。で、最後に仕上げにかかっていくんですが、もう一回ヘッドライトのところを見てみたいですね。これがやはりね、ちょっと若干ね、バンパーじゃなくて、ボンネットバンパー。そうですね、バンパー。ここですね。これがやっぱり若干違うなと思いますんで、もう一個の方、こっちの方にしたいと思います。ちょっと無駄にお金買いますけど、はい。これで完成ですね。私、こっちの方が多分好きですね。では、一旦エンジン音の方をね、聞いてみたいと思います。はい。では、このドアをね、開けたいと思います。ディヘドラルシンクロヘリックスアクチュエーションドアを開けて乗り込みたいと思います。それでは行きましょう。ワンワンに乗り込みます。おー、かっこいいですね。すっごいな。こんな車乗れるとすげーね。はい、カーボンパッケージがふんだんについておりますので、これもともとね、こんな感じなんでしょう。もう内装に関しては一切オフィシャルのままいじっておりませんので、かっこいいですね、これ。何これ。窓っていうか、ドアハンドルの横にこんな刻印があるとかかっこいいね。普通だったらこのワンワンって書いてるところにケーニグセグって書きそうなところ、あえてワンワンっていうのがいいね。もうこの車はケーニグセグだぜって分かってるだろ君みたいな感じの主張ですよね、これね。かっこいいですね。これ速度メーターとかこれすごい。何を意味してるんか分からんもんね。まあまあ分かるけどさ、大体。はい。ではですね、一旦エンジンかけてみましょう。はい。まあ、いい感じなんじゃないでしょうかね。うん。はい。では、マシンから降りたいと思います。いやいや、かっこいい1台できたわ。では、これで早速ね、ドライブ行きたいと思います。今回のカラーはもう本当に、なんていうのかな。もう、オフィシャル通りということになりました。おい、いきなり雪か。雪ですか。フォルツァホライズン4と違って、いつ雪が積もるかわかりませんからね、これね。若干なんか暗くない?これ。え?なんでこんな暗いん?まあいいわ。はい。ということで、冒頭にですね、まあディーラー・ラトレルが、まあサクレオナルドに対してこの車を11億円で、まあ売りつけていたんですけども、あの11億円には実はネタがあってですね、本当に11億円するんですよ、これ。実際にアメリカの方に中古車で、1台、シャシーナンバー00というこのアゲーラのワンワンが出ているそうです。で、そちらの中古車の価格がなんと11億円するということで、まあ、実際にそれにあやかって、まあ、ディーラー・ラトレルは11億円で売り飛ばしたということで、しかも中古市場がアメリカということですから、まさにこのザ・クルー2のアメリカの世界に、まあ、一致しているというわけであります。ていうかちょっと待って、なんかめっちゃ暗くない?めちゃくちゃ暗くない?なんか画面のなんかおかしくなった?ちょっと待って、めっちゃ暗いんやけど。何?めっちゃ暗いで。そんなもんかこれ。なんでこれ太陽出てるの?これ逆光やからってこと?そういうことかな?ちょっと反対向いてみようか。いやいや、なんかめっちゃ暗いんやけど。何これ、どうしたん?超暗い。なんでこんな暗いの?いやいや、まあとりあえずいいけどさ。いや、めっちゃ暗いやん、どうしたん?これアップデートでね、若干ちょっとおかしくなってるところがあるんですよ。フォトモードとかもね、実はね、時間設定するときにかなりおかしいことになるんですよ。おかしいことというか、なんというか、変になるんですよね。23時から23時半にするときに、通常ボタン1回押せばいいのに2回押さないといけなかったりとか、なんか変になってるんですよね。まあ、アップデートしたら不具合が起きるっていうのはね、ゲームのあるあるなんですけども、なるべくそういうのはね、実はやめていただければ、我々は非常に嬉しいですけどね。はい。
まあ、内装も前回のアゲーラとアゲーラ R とほぼほぼ変わりません。はい、普通のね、内装しております。ただ違うのはワンワンという刻印がねここに入っているだけということで、あといろいろ違うところはあるのかもしれませんが、私もそんなに詳しく見ておりませんので、足からずということですね。もちろん実写も見たことありませんので足からずということで、なんとかご容赦いただければと思います。おいおい、後ろからどつかれたやん。おいアゲーラやアゲーラ、おいみんなアゲーラで集合してるやないか。ここ自慢大会か。ここあの友達2人か。おいアゲーラにエゴイスタにお前すげえな、奥越えばっかりやな。そこ俺の家だぜ。おおバックスの、おそこ俺の家だぜ。どうするん、おおこっち来んのか。おいちょっと、おいおいエゴイスタにぶつかった、ごめんごめんごめん。はい、ということで先ほど言ってたフォトモードのタイム、時間のことなんですけども、ほらこれ1回押しただけで、これ何これ、ほら23時半からいきなり0時まで飛んだり、どういうことこれで、1回押しても0時のまんま、そして2回目押したら0時半、次押しても0時半だけど次押したら1時みたいな、このなんか若干2回ずつ押さないといけないパターン、なんか不思議なんですよねこれね。一体何なんでしょうねこれね、本当によくわからんですね。うん、はい、まあそんな感じでね、ただ23時半から23時半に動いてるのに風景はなんとなく変わってる感じはするんですけど、とにかくなんかずれ放題ということでよくわかりませんね。皆さんお疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。さあというわけで今日はですね、アップデート後、初の車購入ということで、早速このケーニグセグアゲーラ11を購入してカスタムしてみました。カスタム項目はメガカーということで、まあ、少ないかなと思ったんですけども、ハイパーカーなりに結構多くて、楽しかったです。しかしながらパーツがやはり高い、なのであまり大人買いすると結構大変なので、パーツ大人買いは安い車、リーズナブルな車でやっていこうかなと思います。このアゲーラ R でまた PVP とかいろんなレースに出ていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。